司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言でできることというのは3つ大きく分けてあるんですけども、その中の一つに相続に関する行為っていうのがあります。まあ、結構たくさんあるんですけれども、挙げていくと、その相続分の指定とか指定の委託、まあ、相続分をいくらにするかっていうのを決めることもできますし、その決めることを第三者に頼むって委託っていうこともできます。で、また遺産分割の禁止、遺産分割を例えば5年間はもうやめといてくれ、その後にか協議して決めてくれっていうことを決めることもできます。また遺産分割方法の指定、その指定の委託ということで、遺産分割、まあこの財産はこの人にあげるとかっていう内容をもう決めるっていうこともできますし、その内容を決めることを第三者にお願いするということも考えられます。また遺言執行者、まあ遺言している場合の遺言の執行を誰かに頼むということの遺言執行者の指定っていうことも遺言書でするべきことだと思われます。また結構これが使えるんですが、遺留分減災方法の指定といって、もし揉めてる相続人がいて、遺留分自分の権利があるから財産をくれって言われた時に、 A の財産から遺留分を取ってくれとか順番を決めれるということになります。例えばご自宅があって、ご自宅だけは取られたくないっていうことであれば、他の財産から遺留分の減災請求をしてくれっていうふうに決めておけば、最終的にご自宅は取られなくて済むということになります。また相続人の排除、まあ虐待とか重大な侮辱とかあった人の相続人の排除っていうのを生前もできるんですけども、遺言で排除するということを決めておくということもできます。また特別受益者っていう、特別たくさんもらってる人の相続分がどんなもんですよっていう指定とかもできます。なのでやっぱり遺言のメインとしては、その相続に関するところだと思いますので、そこの部分はたくさんできることがあるということになります。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。